はい、ナオズです。今回は来月10月1日発売予定のレゴの新商品について見ていこうと思います。10月発売予定のセットって結構数があるんですよね。全部見るのはちょっと無理なんですけど、いくつかかいつまんで紹介していきたいと思います。では見ていきましょう。まずはレゴテクニック42131のキャット D11 ブルドーザーですね。パーツ数は3854個で、価格は 54,980 円ということで、まあ結構な値段ですね。これは相当迫力ありそうですよね。サイズですけど、全長57センチ、高さ26センチなので、まあ存在感はバッチリじゃないかなと思います。で、この感じだとどうやらアプリ連動してスマホで操作ができるみたいなので、結構これは楽しみじゃないかなと思います。コントローラーの画面もかっこいいですね。続いては71395レゴスーパーマリオ64ハテナブロックですね。パーツ数は2064個で、価格は 19,980 円です。これは楽しみですよね。どうやらこの大きなハテナブロックの一部を開けることができて、そこからピーチ城とかおなじみのものが出てくるというような感じみたいです。で、それぞれにまた個別のギミックがついてるみたいなので、これはかなり遊べるんじゃないかなと思いますね。で、マリオとかピーチとかマイクロフィギュアもついてるみたいですし、レゴマリオとも連動ができるみたいなんですよね。これは楽しみですね。続いて10290レゴクリエイターエキスパートのピックアップトラックですね。パーツ数は1677個で、価格は 17,980 円になってます。個人的にはこのちょっとしたレトロ感がいいなと思いますね。すごく楽しみなセットの一つです。これ車両そのものもすごくいいですし、周りの小物がかなり充実してますよね。かぼちゃとか人参、トマトなど野菜もかなり多いので、結構楽しみですね。ちなみに運転席、ハンドルやメーターパーツなどもあるみたいなので、これは結構細かくできてますよね。で、これ小物で春、夏、秋、冬仕様にそれぞれ変えられるんですね。これよくできてますね。続いてはレゴアイデアのフェンダーストラトキャスター21329です。パーツは1074個で、価格は 11,980 円になってます。赤のパッケージ、これかっこいいですね。まあ、正直楽器全然わからないんですけど、これすごくよくできてるんじゃないかなと思いますね。パッと見すごくそれっぽいなと思いました。で、結構ね、細かいところまでパーツで作ってるみたいですよね。あとこの赤い部分を黒に変えられるということで、この辺もすごく面白いなと思いました。まあサイズ的にはこれくらいみたいですね。なので、まあ、ちょっと小さめかなっていうのはあるんですけど、飾るにはちょうどいいかもしれないですね。続いてレゴシーズナルのサンタのソリ40499です。パーツは343個で、価格は4980円になってます。もうクリスマスって感じですね。トナカイ4頭、これは可愛らしいんじゃないかなと思います。こんな感じで他のクリスマスの飾り物と一緒に飾るとすごく雰囲気出ますよね。あと後ろのソリそのものもかなり細かくできてるんじゃないかなと思いますし、結構ね、小物類も充実してそうなので、これはなかなか楽しみなセットだなと個人的には思いました。続いてレゴシティ行きましょう。レゴシティのスタントバイクロケット60298です。パーツ数は14個で、価格は1180円になってます。今回のレゴシティはスタントショーがテーマみたいですね。で、このバイクなんですけど、どうやら前に3回進めると、後輪がグイーンと動くような仕様みたいですね。これ子供向けのちょっと大きな消防車とか救急車とか、こういうおもちゃありますよね。プルバック式ではなくて、前に進めると、後輪がかなりスピードを持って動いてくれるというような感じの仕様じゃないかなと思います。間違えてたらごめんなさい。で、どうやらウィーリーができたり、あとはうまいこと言ったらだと思うんですけど、こんな風に飛ばすこともできるみたいなので、これはかなり楽しめるんじゃないかなと思います。で、同じ仕様のバイクがもう1台、スタントバイクデモニション60297です。パーツ数は12個で、価格は1180円になってます。で、これもさっきのロケットと同じ仕様になってるみたいですね。この人の片手なかなかいいですね。北斗の拳に出てきそうな感じだなと思いました。続いて、レゴシティのスタント大会60299です。パーツ数は73個、価格は2780円になってます。
さっきと同じ仕様のバイクが2台、それから上下セットがそれについてるというような感じになってますね。これを見るとデュークみたいですけど、同じ人物なのか。まあこの眉毛はそれっぽいですけどね。あとこっちのヘルメットは多分新パーツじゃないかなと思います。あの上になんか出てますけど、ちょっとかっこいいですよね。で本当にこんな風に飛んでくれるんですかね。あの写真ではね、結構輪っかをくぐってそうな写真がついてるんですけど、まあ、この軌道だとなんか落ちそうな気もしますけど、これはもう実際にね遊んでみないとわからないですね。ちょっと楽しみです。続いて同じくレゴシティのスタントパーク60293です。パーツ数は170個で価格は4280円になってます。同じ仕様のバイクが1台、あと上下セットが多めというような感じですね。これ右側のキャラクターはレゴシティアドベンチャーズのトレッドに似てるような気がしますよね。で雲がついてて、あの壊したりしながらスタントで遊べるみたいなので、これはなかなか楽しめるんじゃないかなと思います。あのガチャガチャ系ですよね、ガチャガチャやって遊べるような感じのセットっぽいですね。同じくシティのスタントショーのトラック60294です。パーツ数は420個で価格は8780円になってます。これトラックが出てきましたね。で好みもあると思いますけど、今出てきた中ではこの黒いバイク一番かっこいいんじゃないかなと思いました。でトラックを飛び越えるというおなじみの遊び方もできるのと、あと何でしょうねこれね、すごくね面白そうな、ものがついてますね。ギミック付きだったらすごくいいですね。そして最後がスタントショーのアリーナ60295です。パーツは668個で価格は 12,980 円になってます。このセットが今回のシティの中では一番大きいですね。これを見るとモンスタートラックが2台と下の方にちっちゃな車が2台ついてますね。これフレームの感じがなんかスタントショーにね、出てきそうな車だなと思います。さらに、上下セットとここにバイクが1台ついてますよね、まあ同じ仕様のバイクだと思いますんで、まあ、かなりこれ見るとやっぱり充実してそうだなと思います。加えてミニフィグが7体ついてますんで、これはなかなか充実してるんじゃないかなと思いますね。はい、いかがでしたでしょうか。本当にいろんなテーマのセットがありますんで、かなり楽しみじゃないかなと思いました。以上、10月1日発売予定のレゴのセットを紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。